チャオ、あっちゃんです。昨日ね、レンタルあっちゃんで、ね、しーちゃんとランチ、お弁当ランチ、ピクニックランチ、宇田アニマルパーク行ってきました。で、ご飯食べて、で、デザートいただいて、で、その後ちょっとね、いろいろお話をしてたりしてね、そこは動画にありません。はい。で、その後、アニマルパークということでね、いろんな動物さんたちを見て回ったり、で、滑り台とかしてね、遊んで帰ってきました。はい、楽しい一日でした。で、それで、ね、帰ってきて、うちまで送って、しーちゃんの車で乗せてもらってね、アニパーまで行った。もうそこやねんけどもね、まあ1キロ、2キロほどのとこやねんけど、帰ってきてうちまで送ってもらったら、現地でね、これいただいたの。一塗りで続く、つけたてきれい、キャメルブラウンのトリートメントオイルを練り込んだプレミアムな潤いリップ。はい、ありがとうございます。お昨日いただいたんでね。これをちょっと、開け口がわからないわ。開いた。あっちゃんね、ピンクとか、赤とかのリップ、口紅持ってるけど、この、ちょっとこう、キャメル色、キャメルじゃブラウン色、茶色って持ってなかったから、ちょっと持ってみよう。な感じ。ありがとうございます。また今またね、ちょっとほっとこうしっとりこのなんていうのかな、落ち着いた色の、唇というかリップというかなかったんで、使わせていただきます。ありがとうございます。で、それだけじゃなくて、送ってもらったら車からね、いっぱいプレゼントいただきました。ありがとうございました。紹介させていただきます。ね、なんかいっぱい入ってんの。ありがとうございます。プリッツェル。はい、お菓子。ね、子供と一緒にいただきます。と、チョコチップ入りハーシーチョコカップケーキ。ありがとうございます。でね、半熟カレーせんべい。へえ、美味しそう。ありがとうございます。と、黒トリュフのポテトチップス。ありがとうございます。トリュフ大好きなんで、楽しみ。そしてね、エゴマジャパン海苔、韓国海苔ふりかけ。韓国海苔ふりかけ、やけども、ジャパン海苔。はい。あ、ジャパンちゃんは、ジャパン海苔。はい。エゴマとごま油の、エゴマ油とエゴマ油を使用した天日塩で仕上げました。海苔本来の風味をお楽しみ。あ、すごい、天日塩や、すごい。天日塩はね、なんていうかな、ミネラルがたっぷりなんです。体にもいいし。ありがとうございます。子供に多分すごい食べられると。大好きやねこれ。あ、塩レモンの鍋つゆ。ありがとうございます。これからね、鍋つゆとか助かるんで、ありがとうございます。また鍋させてもらいます。美味しそう。鶏もも肉が合うねんね。ありがとうございます。はい。お、2パックいただきました。ありがとうございます。はい。これね、いただいて。ほんとね、ちょっと早いけどって言ってね、あっちゃんのバースデー来月やねんけども、直接手渡したかったからっていただいた。ありがとうございます。よいしょ。あっちゃん、今日はレンタルあっちゃんでお世話になって本当にありがとうございました。会う前にこの画面を書いています。はい。ありがとうございます。1ヶ月も早いプレゼントを渡してしまってごめんなさい。手渡ししたくて、とりあえず1ヶ月早いけど、お誕生日おめでとうございます。本当に誕生日にまた言いますね。ありがとうございます。あっちゃんはあっちゃんらしく、あっちゃんのやり方でこれからも突き進んでください。あっちゃん寝る大きく大きくなりますように、いつも祈ってます。疲れためすぎないようにしてください。無理だけはしないでくださいね。応援してます。しーちゃんより。ありがとうございます。かなり無理してるかもわからへんけどね。はい。でも無理せず、ゆっくりゆるく楽しみにきます。ありがとうございました。はい。こっちから青い方を出させていただきます。
なんかあったかそう。うわ、あ、結構長い。あ、なんやろ。お風呂上がりとかに、いや、部屋で着るブランケット、上からかけても羽織っても使える。着るブランケットあったかそう。すごい嬉しい、ありがとう。寒いのうちね、特にここね、おー、あったかい。結構ブランケットね、バーって羽織るの、結構よく羽織ってね、作業したりしてんねんけども、うわ、あったかいわ。ありがとうございます、嬉しいありがとう。でね、もう一袋入れてくれてんの。ワンピ、あ、フリースワンピや。あったかそう、これもあったかそう。お買い物とかに行くのにいいのよこれ。ありがとうございます。このね、ちょっとフーディーになってて、でね、結構軽いので、生地がなんかね、すごいふわーっとして、裏肝みたいになってて、わー、あったかい、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ね、バースデープレゼントでいただいてるけどね、ちょっと早めにいただいて、早めにあっちゃんも着せてもらいます。もう寒いんではい、すごい助かります、ありがとうございます。ね、もうこういうね、ちょっとね、ワンピ系なの、それ好きで、最近ね、もうなんか今までね、結構ミニミニミニで着ててんけど、最近ね、ちょっと寒いのもね、夏はね、もうできるだけ足出したいんやけど、もう冬もね、ミニやってんけど、もう冬のミニ耐えられんくなって、ありがとうございます、助かります、ありがとう。バースデープレゼントありがとうございました。はい、ということで、今日はね、しーちゃんにいただいたプレゼントいっぱいいただいてね、お土産いただきました、ありがとうございました。ということでね、なんか食べ物と バースデープレゼントのね、お洋服と着るブランケット、あれ着るブランケットがもう入っちゃった着るブランケット、ありがとうございます、あったかいわ。もう早速もうこれはね、もう使わせていただきます、これも着てもらいます、ありがとうございます。もう部屋でこうあったかいし、もう膝とかにかけてもすっごいあったかいもん、ありがとうございます、ありがとうね、しーちゃん